綺麗な私を撮ってほしいの。彼女がいて、そして僕たちはホテルのスイートルームにいる。僕はフリーのカメラマン。ゴシップ誌に芸能人の密会写真やらを売って飯を食っている。カメラで世界平和に貢献したいなんて高尚な夢を抱いたりもしてるけど、今のところ叶いそうな気配は全くない。そして彼女は売れないモデル。小さなスーパーのチラシの撮影で僕たちは知り合った。君、手が震えてるよ。新人で緊張している僕にそう言って彼女は笑った。僕はもうずっと彼女に恋をしていた。長い長い永遠の片思いだった。彼女はなぜ今日僕をここに呼んだのだろう。私死ぬの。そう言って彼女は突発性なんとかという難しい病名を僕に告げた。病院で余命1ヶ月の宣告を受けたのだという。嘘だろ？と僕は笑った。だけど彼女は笑わなかった。だから綺麗な自分を撮ってほしいなんて言い出したのか。放心状態の僕を、ちゃんと撮ってね、と彼女は睨んだ。
僕は彼女の望みを叶えてやりたくて、彼女を記憶に焼き付けたくて、夢中でシャッターを押した。彼女は本当に美しく、こんな美しい人が死んでしまうなんて僕は信じられなかった。不意にレンズが曇って見えなくなった。自分でも気づかずに僕は泣いていた。なんでだよ。